金売り吉次とは、平安時代末期の商人、吉継信鷹、橘次継松春とも称される。平治物語、平家物語、吉継期、厳平清水期などに登場する伝説的人物。欧州で産出される金を刑で商うことを制御としたとされ、源義経が欧州藤原氏を頼って、欧州平泉に下るのを手助けしたとされる。平時物語では、 欧州の金正人と吉継、平家物語では、三条の立花継と、運氏、金正人、源平清水期では、五条の立花継松春と、運金正人、吉経記では、三条の大副長者で、吉継信孝としている。平治物語によると、吉経の老頭の堀影光の前身が、この金売り吉次であるとも言う。またこの他に、 炭焼から長者になったという炭焼塔だと、同一人物であるという伝説もある。吉嗣は戸へ登り、倉間寺を参詣し、源の吉典と出会う。平時物語では、吉典から欧州への案内を依頼される一方、吉典期では、吉次から話を持ちかけている。吉嗣は、吉典と共に、欧州へ向かう。下佐国で吉典と行動を別にするが、 道の区国で再会する。吉次の取り計らいにより、吉次は藤原秀平と面会する。吉次は多くの引き出物と砂金を賜り、また経営へ登ったという。実際に吉次なる人物が実在したかどうかは、史料的に吉次の存在を裏付けることが不可能であるため、彼の存在は伝説の域を出ず、全くもって不明である。 しかし当時の東北地方が金を算出し、それを計で取引していたのは明らかになっている。吉継なる人物のように金を商っている欧州から、やってきた商人がいたことは、想像に難くない。したがって、現在では、こうした商人の群像の集合体が、金売り吉次なる人物像として成り立ったのではないかと考えられる、ことが多い。また、 岩手県宮古市太郎地区の乙部には、彼の弟とされる、基地内の子孫である基地内家がある。行商の途中、強盗、藤沢太郎入道に襲われ殺害されたとされる。その際、川籠を奪われたことに由来し、付近は川籠原と呼ばれた。福島県白川市、白坂川後の八幡神社に、金売り吉次兄弟のものと伝えられる墓がある。また、 栃木県三部町稲葉にも吉次の墓があり、こちらは吉経が頼朝と不仲になり、欧州へ逃亡する際に、吉継が同行し、当地で病死したとされる。ありがとうございます。